こんにちは、関係一級リピーターのアビです。どうも、長尾在日本語人のケンさんです。4カ国語話せる香港人なら関係一級漢字も読めるの。おいさあ、ここからですよ、ケンさん。はい頑張ります。タイトルコールは一級解けるのかなんでね、はい、ここからは一級の問題解いてもらおうと思います。はい、こちらです。うわ、緊張しますね。できました。出来はどうですか？怖かった。めちゃめちゃ怖いな、これ何？なんか最初読んだ瞬間に、うん、何もわからない何もわからない。見たことあるようなないような。なるほど。するやっぱり準一級よりは手応えは、多分手応えもっとない。もっとないもっとない。わかりました。じゃあ一つずつ確認していきましょう。はい、じゃあ防線部のところだけ読んでもらおうかな。はい。苦球。苦球ではありません。これ全然わからないな。あの球か空かと思ってるんだけど、はいはいはい、合ってるの？球ですね。球で、あの二文字目が、次の文字はね、あの費用って言うんだけど、はいはいはい、関東語は確か、はいはいはい、で費用だから球かなって思ってる。惜しいわ。そう、似てる。球ではないけど、球ではないけど、今日今日、急遽。あ、急遽。急遽です。急遽、これはどういう意味なの？意味は、9つの穴っていう意味で、はい、人間に開いてる穴ですね、はい、9つ人間には穴が開いてると言われてるんで、百害急遽、これ合わせて、人間の体全部みたいな意味になります、うん、人間の体全体体全体はこの言葉体全体を言うんだよね。いや、俺もちょっと不安になってきたけど、でもそう。どれなのか。3つ目は、あの、多分漢字としては関東語に存在してるんだけど、うん、僕は全然知らない、知らなかった。あの、一応、推測として、今日好き。今日好きではないですね。やっぱりね、あの、好き、一応好きは、あの、好きの好きだと思って。隙間の好きだけど、それはね、訓読みですね。あー、なるほど。訓読みじゃないんですよ。え、じゃあ、カノコはコエクマンだけど、これはコエクマンの、ちょっと違う、全然違う。劇です。劇、はい、劇で、金劇です。金劇金劇はどういう意味なの？金劇は、隙間っていう意味で、まあ、そこからなんか、2人の間に仲が悪くなっていっちゃうみたいな、うん、不仲、不和のことですね。金が一級ですね。これはすごい。金は文字わかんない。関東語にはある、この字。関東語はある、ある、あると思う。あると信じたい。あると信じたい。ちょっと待って。これどうやって入力するのもわからない。あ、ヤンです。ヤン。ヤン。うん。全然違うね。ヘオヤン。ヤンヤンヤン。知らない。知らない。ヤン。じゃあ、あるけどマニアックみたいな。全然違うよね。まあでも、日本人でもこれ知らない人いっぱいいると思うんで。はい。まあそんなもんだと思います。はい、これも全然確定ではないけど、はい、圧然と何々圧然圧然残念違う。あー、何々然だよね。はい、何々然です。骨ですね。骨然、はい、骨然ですね。なんか例えば物事をコツコツ頑張るみたいな。あ、コツコツ頑張るのコツ。コツはこの字なんです。コツコツ書けるの？そう、この字。私はなんかコツコツ書けるの？書けるんだよね。で、骨前っていうと、まあ、山とかがこう高く突き出てるみたいなことで、はいはい、そびえ立つ手法っていう感じですね。あの、監督もこの文字ある。あ、ほんと？あった、やばあった。あった。うん。な、です。え？な。な。な。全然違う。俺も忘れてな、な。でも使わないでしょ。多分ね、あるよ、この2文字同じ漢字で使われてると。なるほど。でもあまり使わない。あまり使わない。そう、一級受ける人は、訓読み高いなので覚えておいてください。お、はい、頑張ってください皆さん。さあ、7番どうでしょうか。はい、分かると思う、はい、正解だと思う、はい、忖度。その通り、忖度です。あー、これはね、さすがに流行語大賞に入ってるから。そうね、知ってた。日本でも話題になりました。流行語大賞、忖度あるかみたいな思う、測ることですね。これはご存知でした。はい、印象、バッコ、運営、シンプル。はい、では10番どうでしょうか。はい、10番は、立ち。
立ちではないです。あ、なんかね、これ本当に知りたいけど、これあの広東語ではこれ一応このあの器だ、うんうん、で次の文字2文字目はあの地、うんうん、であのだちの真ん中にふん、あの口辺のふんですね。そう、口辺のふん質。だパンチは拍手のことなんだよ。くしゃみすることは、はい、あのダーパンチ、まあ、ダーパンチは関東語の書き言葉で、なるほどなるほど、普通はダーチな、まあ、同じチなんだけど、うんうんうん、だからダーダチって確かに関東語的にはダチで合ってんだけども、はい、これはですねダテイです。ダテイと言います。あのくしゃみすること、くしゃみのこと。そう、え、これもくしゃみのこと。くしゃみ、一文字、この2文字目の1字でくしゃみって読む。ってことは俺意味は知ってるけど間違ってる。いや、知ってるけど読みが違う。あ、ちなみにさっきのふんで、ふんていって言葉もある。あ、ふんていとも言うんだよ。あ、ふんてい、あー、ふんてい。さあ、では11番どうでしょうか。はい、あの新名。お、正解。新名です。マジ？はい、あの広東語はさんっていうんだから、はい、だから新かなって思って。え、なるほど。で、次は麺、うんうん、で、麺は名かなって思って。え、すごい。え、さんだけど新かなって思った。うん、そう。すごい。さんかな、新かなって思うね。その推測力。そう、なんか多分そのままさんではないなって。あ、なるほどね、ちょっとひねって。うん、そう、ひねる。すごい新名かな。すごい、正解。うわー、嬉しい。これ、あれだよね、あの朝明けみたいな。お、正解正解だよね。朝のことですね。そうだよね、そこで鳥の声があるよね。そうそうそう、うわっていう文章でした。すげー。はい、では、最終問題です。15番、はい、どうぞ。いや、これ、心身って書いてたんだけど。大正解。おー。心身ですね。これは知ってた。すごい。いや、知ってたというより、あのこれはあの広東語の名字だ。へえ。名字だ。香港人の名字。へえ。あのサムって言うんだよ。あ、確か。サム。で、サム。シン。サム。シン。でもね。へいや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 へい。心身かなって思った。すごい。心身、心身、はい、どういう意味なの？もう頭が痛むって書いてある通り、なんかズキズキ頭が痛い時とか。あ、何かピンときてるみたいな。いや、普通に頭痛がする時。あ、なるほど。頭痛の形容で心身と、心身とって言いますね。おお、心身と、心身と頭が痛む。わあ、よかった、最後。すごい、最後は。最後嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。最後の一番嬉しいね、最後。すごいね。最後めちゃくちゃ嬉しかった。いや、特別推測力高いんじゃない？おお、嬉しい。嬉しい。ということは、ということはね、あの4問正解、4問しかなかった。15問中4問正解。いや、でも恥ずかしいや。一問も当たらない人たくさんいると思うんで。いや、恥ずかしいな。すごい。もっと勉強しないとね。もともともし日本語がめちゃくちゃ上達できたら、これ全部正解できるんじゃない。いや、それはもうちょっとだいぶマニアックすぎるかも。おすすめしないかも。そうだね。解いてみて、まあ難しかったと言ってるんですけど、まあどうでしたか。感激はやっぱ怖い。怖い。いや、でも面白い、うんうんうん、めちゃめちゃ面白い。やっぱ広東語となんとなく似てるよね。そうね。まあ名字とか言葉とか、うんうんうん、多分ね、ここの文章に書いてある文字、うん、なんか多分おそらく全部広東語として発音できると思う、うんうん、ほぼほぼ全部漢字としては。そっち漢字としてはね、あるってこと。でも多分使われてない。ええ、でもどこか知ってる限りはあんまり使われてないと。日本でもあんま使われてないから。そう、そういう感じで、だからめちゃめちゃ面白かった。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。そして僕もですね、 K さんの YouTube に登場しております。はい、ありがとうございます。あの僕のチャンネルではね、あのこの逆バージョンで、あのアミに関係の知識で、あの広東語の言葉を当ててもらってみた。はい、はい、ぜひ頑張って、あのご興味があれば見ていただければと思います。はい、はい、ということで K さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。